2022明治安田生命 J1 リーグ第10節北海道コンサドーレ札幌対湘南ベルマーレの一戦、札幌ドームからお送りします。両チームの選手たちが札幌ドームのピッチに向け歩を進め始めました。まずは札幌の予想フォーメーションをご覧いただきます。福森が怪我から復帰、そして今日は前線荒野、駒井、シャビエルのトライアングルで予想しました。対する湘南の予想布陣です。まあ、やはり札幌がボールを握ってくると思うので、はい、じゃあいつ行くのかとか町野選手がスイッチを入れてやってもらいたいなと思いますね。瀬川裏に供給します。石原にはありません。あと奪った。町野が前からのプレッシング、コーナーキックのビッグチャンス。湘南としますと前からのプレスがいきなり吉原さんはまりましたね。そうですね。福森の左足ポスト、どよめきました。札幌ドーム、福森が帰ってきたと。非常に印象的なフリーキックです。さすがでしたね、今のフリーキックもね。瀬川が奪う、ドリブルで運ぶ、町野へ左足。吉原さん、今のはシュートをチョイスしました。そうですね、まあ、もちろん今瀬川選手が引きつけて打ってくれよというボールだったんで、はい、よかったですけどね。札幌の対応もすごく良かったですね。はい、シャビエルとルーカス、再びこの2人で駒井も関わった。シャビエル折り返しシュート、ナイスキーパー。最後ルーカスのシュートでしょうか。谷が足でセーブ、決定機でした。吉原さん、決定機でしたね。今ねこのスペースの使い方なんかはもう完璧でしたし、ルーカスのシュートは谷が好セーブ。高いボール、田中俊太の頭こぼれた。荒野がもう一度外へ、福森がダイレクト、低いボール、田中俊太、高いボールではなくライナー性のボール、田中俊太の左足でした。中央へ、これは高さが足りません。ただ菅、振ったきた、決まった、スーパーミドル菅大輝。3月12日以来今シーズンリーグ戦2得点目、ホームの札幌が2試合ぶりに先制点。2022シーズンホーム初勝利へ、菅の笑顔がはじけます。スーパーミドルでしたね。スーパーでしたね。もうイメージ通りのシュートだったと思いますね。中央シャビエル、菅も来た、今日2点目か。左利き、浮かした、谷の見事な、そしてもう一度外へ。いやー、谷素晴らしいですね。吉田さん、素晴らしい キーパーでしたね。今ねセーブでしたね。さあ湘南攻撃に転じます。大橋、タリク、そして町野、つながる、田中戻ります。さあ滑らした、中央へシュート、決めました。大橋、その前にオフサイドか、旗が上がっている。町野のところでオフサイドでしょうか。はい、最初にかなり前のところ、あ、ここ、このダイレクトのところですよね。ここで町野のオフサイド。ウェリントン胸で、いや、さすがですよね。このあたりのねボールの収まり方っていうのは。はい、そして仲間を生かす瀬川、左で高いポジションを旗も取っているが、山田、ゴールキーパー正面、頭を抱えピッチを叩きました山田直樹です。さあ繋いできた湘南、石原からのボール、ウェリントン対岡村第8、その前に田中俊太、ルーカス運ぶ、ここで試合終了。大きな拍手、
歓喜に包まれました。菅のスーパーミドルショット。札幌、今シーズンリーグ戦ホーム初勝利。